感があるの。それは私が可愛すぎるとか、スタイルのバランスが絶妙に良すぎるとか、声が綺麗だとか、性格も優しくて穏やかで賢くてパーフェクトすぎることに対する不満ではないの。そうよ、私自身に不満はないわ。他のピンクたちと違って私に欠点はないのよ。問題はそこじゃないの。例えばピッチ、昨日二人で同じメイクルームを使ったの。限られたスペースを仲間と分かっちゃうのは素晴らしいことだわ。ピッチと私は最初楽しくおしゃべりをしながらメイクをしていたの。私はピッチよりもお姉さんだから、いつも彼女の手助けができればいいなって思っているのよね。彼女が助けを必要としているときは私はいつだって手を貸すわ。可愛いピッチ、いつも私に頼るの。頼られたら私は決して見捨てない。いつだって自分のことより人を助けることを優先してきた。それが私の生き方なの。それで昨日はピッチから私に言ったの。ドライヤーのプラグをコンセントに挿してくれないって。お安いご用よって私答えたの。彼女の席はコンセントから少し離れていたから困っていたのよね。すごく気持ちわかるわ。だから私は難なく彼女のドライヤーをコンセントにつないであげた。そうしたらピッチはさっとドライヤーにスイッチを入れ使い始めたの。ひどいと思わない？ピッチは何も言わずに黙ってドライヤーを使い始めたの。ありがとうって一言も言ってくれなかったのよ。私にドライヤーのプラグをコンセントに挿してもらったら、次に出てくるのはありがとう？でしょ？それなのにピッチは何も言わずに当たり前のようにドライヤーを使い始めたの。私が彼女のドライヤーのプラグをコンセントに挿すのは当たり前のことであるかのように、私は大人よ。そんなことで怒ったりしないわ。人には人の事情っていうものがある。ピッチにだってありがとうと言えない事情があっただろうし、たとえありがとうと言ってもらえなくても彼女の役に立つことができたのだから素晴らしいことだわ。だってそうでしょ？人のために何かをするときは見返りは求めないものだわ。ピッチよりパーピーよね。彼女は人の善意を感じる力がないの。本当よ。何をされても何にも感じない。先週の金曜日、パーピーがお腹を抱えてうずくまっていたの。誰かがお腹を抱えてうずくまる、それは病気か空腹か2つに1つよ。だから私駆け寄ったの。だって放っておけないじゃない。少なくとも私はできない。だから駆け寄ってそっと肩に手を、表情
だから私、それ以上何も聞かなかった。自分のカバンからおにぎりを取り出し、私が朝5時に起きて丹精込めて握った焼きたらこ入り、そのおにぎりを差し出したの。だってお腹が痛くないならお腹が空いてるってことじゃない？普通はありがとうって言うでしょ？で、幸せそうな顔でおにぎりを頬張るはずよ、普通なら。でもパーピーはなんて言ったと思う？何？それ爆弾？Okay.